はい、皆さんこんにちは、コーダです。ということで、実はですね、ちょっと皆さんに隠してたことがありまして、はい、まあ、ここ 1,2 週間ですかね、ちょっとそれをね、今日は発表したいなと思います。実は私、タガタメをめちゃくちゃやり込んでおりました。何って感じだと思うんですけども、タガタメのアルケミストという、まあ、アプリがあるんですけれども、それをですね、もうめちゃくちゃ実はここ 1,2 週間ぐらいですかね、やり込みまして、私、はい、現在ですね、プレイヤーレベルが、はい、こちら見てください、レベル90。いや、確かにね、これね、上げやすいっちゃ上げやすいんだけれども、ただまあそれなりにね、やってないとここまでは来ないと思うんでね。ということで、この 1,2 週間めちゃくちゃやり込んだこのタガタメの魅力をですね、この動画で、紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。ではやっていきましょう。さあ、それではまずはストーリーモードでね、簡単にどんなゲームか説明しながらプレイしていきたいと思います。はい、それでは出撃。さあ、始まりました。まあこちら簡単に言うとね、本格的なタクティクスバトルになってまして、まあ、こんな感じでね、今味方が近くにいて、で敵がこんな風にいろんなところに配置されてるんですけれども、まあ、今回はこの敵を全員、倒すと、クリアになるということで、それでは、まずは一人ずつこうやって動かしていきましょうかね。はい、で一人ずつ動かして、まあ、敵に届きそうならここで攻撃もできるんだけど、まだ届かなそうなので、まずはこれ一旦終了。はい、って感じでね、どんどんまずは動かしてアクション、動かしてアクションっていう風にどんどん進めていくゲームになっております。さあ、この後敵が動いてきますね。お、早速攻撃してきました、ニードルソロ。まあでも当たりませんよ、そんなね。はい、僕もね、だいぶ極めてきましたから、うん、キャラクターのレベルもだいぶ上がってますよ。はい、さあ、ではこちらからも攻撃を仕掛けていきましょうかね。よーし、じゃあ目の前にね、敵がいるんで、せっかくなんでここで連携攻撃いっちゃいましょう。はい、オッケー、攻撃ズバッとパシーン。はい、決まりました、一発ですよ、オッケー。まあ、攻撃した後にね、動くこともできるので、せっかくなんでね、もう目の前にいようかな、敵のね。はい、ここで終了目の前に敵がいるんで、ここで攻撃アタック、オッケーオッケー、サクッと決めていきましょう。じゃあ最後は魔法で一気に倒しちゃいましょうかね。じゃあこれで一気にドカンと、まあ、これ発動まで時間かかるかな。あ、大丈夫だった、一気に行きましょう、バコーンと。はい、気持ちよく終了はい、ということでアイテムもゲットして、これでクリアですね。はい、まあ、こんな感じのゲーム内容になってるんですけれども、序盤は本当にね、ストーリーを進めるだけでね、いろんなミッションのね、報酬がもらえるんで、かなり進めやすいんじゃないかなと思います。あとストーリーもね、かなり熱い展開になっておりますので、気になる方はぜひプレイしてください。そしてタガタメのもう一つの魅力、やっぱりね、キャラだよね。キャラクターが本当に可愛かったりかっこよかったりするんで、次は、召喚していきましょう。結構定期的にね、ピックアップされるガチャが変わるんでですけれども、そしたら今回はこの9ステップアップの10連召喚いっちゃいましょうかね。まあ、召喚するたびにおまけがついてくるようなガチャなんですけれども、それでは早速10連召喚いっちゃいましょう。召喚お願いします、いいのが当たりますように。引いていきましょう、引くのじゃ、よいしょ、回して、さあどうかな、どうかな、お、黄色く光った、これはいい感じのが当たるか、どうか、たたたたたたた、おお、黄色がいくつか見えますね。さあ、開けましょう。どうかな？オッケーオッケー。ちはや。ちはや。ちはや。こうやってね、被ったキャラでもね、かけらを集めることによって限界突破っていうのができるんですよね。いやー、結構上がってます、上がってますね。さあ、どんどん開けていきましょう。エイレン。いいですね。さあ、何が出るかな？おー、スイラン。あら、可愛らしい。やっぱ和服の女性っていいよね。アイリュ可愛いのよ、アイリュ。おお、ハズキちゃん。あ、また和服ですね。いいですね。和服キャラ最高よ。お、なんか触れてる、なんか触れてる。どうだ？ほい、来い。どうよ？おー、ラーフ。まあ、星3とか星4のね、キャラも、進化をすれば星5までね、上げることができるんで、まあ、そこもね、ある意味魅力ですよね。さあ、ラストは？お、サラウズですね。うん、イケメンですね。ということで、こんな結果になりました。まあ、星5のね、キャラがちょっと出なかったのが悔しいですけれども、結構ね、僕的には他のアプリに比べても、星5は出やすいんじゃないかなと思いますんで、ぜひ皆さんもゲットしてみてください。はい、こちらが僕の集めたユニットですね。いや、本当にいろんなキャラがあるんですけど、まあ、今一番、
子を育ててるのは、このカルダさんかな。ジョブレベルもマックスまで上げてますしね、あと限界突破もかなりさせてるんで、レベル79まで、今上がっております。あとはアハトさんも好きなんだよね。あ、せっかく今ジョブレベルアップできるんでさせてみましょうか。はい、一気にじゃあボヨーンと OK。 はい、こんな感じでジョブレベルが上がると一気にね、 HP とかそういうステータスも一気に上がりますんでね、まあ、この上げるための装備はさっきやったストーリーモードとかをね、どんどんクリアするとゲットできるんでね、まだまだ集めていきたいと思います。そう、あとこのゲーム実はジョブが120種類以上ありまして、まあ、こうやってね育てた、キャラロギさんとかもね、こうやってジョブチェンジすることでね、さらに強くなったりすることもできるんで、その戦略に合ったジョブに切り替えてね、皆さんもプレイしていただければと思います。じゃあさっきストーリーモードはサクッとクリアしちゃったんで、次イベントやってみましょうかね。はい、期間限定のイベントでちょっと難しいのもやりましょう。よっしゃ、じゃあこれいきましょう。星の導き砂の旅路高難易度マップ。はい、これクリアできるかな。ちょっと初めてやるからね、ちょっと心配ではあるんですけれども、頑張っていきましょう。さあ、敵を全滅させればクリアですね。いきましょう。まずはでも敵結構近くにいるから、サクッとまずはこのね、ドラゴンっぽいのとか倒していきたいけれども、じゃあ早速読み渡しいっちゃいましょうかね。攻撃だ。でもそんなに食らわない気がすんな。あー、やばいな、これ結構やばいやつじゃない。お、なんか助けてくれるのか、もしかして。おー、なんか助けてくれそう。おー、いいねいいね。いや、よし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 。うわ、でも強いな。いや、一回ちょっと逃げちゃった方がいい気がする。ここにいよう。はい、ここにいて終了だな。なんだなんだ、強者。うえべべべべべ、大丈夫か今の、大丈夫か。さあ、相手の攻撃どうか。うわー、だいぶ強いな。さあ、シュパッと。うわー、全然食らう、1しか食らってない。やばいぞやばいぞ。ちょっと待って、うわー、来た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 。あー、でも大丈夫大丈夫、耐えれる耐えれる、これぐらいやったら耐えれるぞ。よし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 、いいねいいね。あー、やられたー、やられたー、くそー。さあ、ここで倒しちゃえ、ドン。まあまあまあ、少しずつでもいい。ほい、ドラゴンブレス。うわー、強い。お、倒せそう倒せそう、こいつ倒しちゃおう。オッケー、いいね、オッケー、倒します。よし、倒した倒した、よし、ようやく一人、まず一人でもいいから徐々に倒していこう。さあ、これで攻撃してくるか。ヤゴ撃たれた、まだ生きてるまだ生きてる、大丈夫。うわー、はい、ジャンプ強え。まずいぞまずいぞ、これ、え、やばい、ドラゴンブレス、うわーマジで。オッケー、さあ倒せー、ナイス。いやー、嫌な感じ。アローレイン、うわー、まだでも生きてるまだ生きてる、よし、これで倒せんじゃないか。よしよしよし、倒した倒した、オッケー。いや、ようやくちょっとずつは進んでるけど、なかなか長い感じになりそう。うわー、来たー、怖いよー、ドラゴン来たー、怖いよー、めっちゃ怖いよー。うわー、倒されたー、マジかー、ラスト1人じゃないこれ。お、すげー、2560ダメージいっちゃえ。よし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 、竜の怒りが来るけれども、まだ大丈夫まだ大丈夫。やばいなー、ずっと敵の攻撃だなー。あ、これで倒せんじゃないか。さあ、ドン。よし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 、ドラゴン倒した、ドラゴン倒した、いけるぞこれは。うわ、なんか来た、なんか来た、なんか来たぞ。まだ増えるのか、これまずいな。あー、まずい、やられる、くー、もうそんな攻撃しないで。だーだーやられてしまった。そうか、やっぱりレベル90じゃまだまだ足りないっすね。ちょっとこれはまた今度しっかり戦略を立ててね、リベンジしたいと思います。あー、ということでタガタメプレイしたんですけれども、本当にね、なんかスマホゲームとは思えないぐらい、その戦略性の幅が広くて、まあ、ジョブとかアビリティとかいろんなね、育成要素があるんですけれども、それ以外にもね、本当にね、紹介しきれない育成要素がめちゃくちゃありますので、ぜひがっつりやり込みたいって方はですね、プレイしていただければいいと思いますし、まあ、初心者の方は本当にオートモードっていうのもありますんで、まずはそこでね、ちょっと試してみて、雰囲気をつかみながらね、プレイするってこともできますので、ぜひぜひ
ひまずは、無料でダウンロードしてから遊んでみてください。ダウンロード URL 動画概要欄に貼っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今回はここまでにしたいと思います。少しでも楽しいと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。コウドリさん、次回の動画でお会いしましょう。またね、グッバイチャー。